これは焼きすぎたんですか？焼けてない。焼けてないんですかこれ。あ、薬が溶けてない。溶けてない感じも、うん、まあその辺溶かさがやっぱ強いよね。ここがやっぱいいですね。この赤土と白土を積んでるところがね、はい、土が違うんですね。違うっていうのがね、すごい。じゃあ出荷率が違ったりすると、そう、まあ意外とろくろのものってね、これぐらいの感じでもいいけど、刀だともっと斜めった感じで、はい。これ安藤さんもう一回焼いたら綺麗になります？いや、焼かない方がいい。難しいですね。だからこれぐらいとかね、だけどもったいない。これももてやしきですよね。いいですね。鳴海の陶片、茶碗の陶片なんてすごく珍しいし、これの茶碗あるじゃないですか。ね、なのですごくこれは個人的にこの中で一番いいなと思うのはこれとこれ。そうなんです、ね。いや、僕も欲しかったんだけどね。だって鳴海の茶碗の陶片なんてないじゃないですか。これがサインなんですかね。まあ、サインというか、かまじるし、よく鳴海の茶碗は中が鉄釉ってありますよね。中だけ鉄釉かかってる。そのあの、なんかそういうのもある。へえ、ちょっと気をつけて見てみます。はい、透明釉が薄いじゃなくて、それ椿でみたいな、ああいう鉄釉がかかってる。面白いな。気をつけてみます。はい、で一番向こうは、いいですね。こういうあの洋式化する前のポリベジャワンっていいですね。もう大好きです。もう今の好みとは外れるらしいですけど、あ、今釜金じゃなくて、ああいうヤシダとかの、ああいうなんかあの白口がシュッとしてる方が、シュッとして白抜きのおとなしいやつが今めちゃくちゃ高いらしいですけど、和紙でこう貼り付けてやるやつですね。僕はこのタイプがやっぱり一番好きです、ね、僕も好きで、立ちの高いのは好きですね。めちゃくちゃいい。ここはね、溶着してますね。これはあの綿棒式で残り釜でいいと思うんだけど、こっちなんか大釜じゃねえと思うんだけど、どう思う？わかんないです。この高台の作り方、ほぼオリビグロでしょ。オリビグロは大釜ですよね。大釜ですね。だからこれもしかしたら大釜なのかなと思って最近考えてるな。これ面白いですね。うん、これも高台いいよね、なかなか。うん、高台いいですね。いいよね。まあ、いいって何がいいのか見てる人は分かんないと思うけど何がいいんでしょう、言葉に合わせてどうなんでしょうかね。昔って多分こうやって重ねて焼いてたんですよね。重ねてこうやってやるから、ここにこの溶着の跡があって、ここにこういう黒い筋があるんですね。はい、一回うちでもやったことあるんですけどね、あの重ねたともったいないから口だけを作って、ここだけを作って、その上に茶碗を置いて、これ後をつけるようにとね。すごい。そうだよね。もうやったことある。やったけど、あの多分粘りがない薬だったので、本当に後もつかない。そうなんですね。僕ね、釉薬にちょんちょんちょんってやって、ちょんってやって、ああそれやっとだけど、それそんなあざといことしたんだ。まだ僕のは健全じゃないですか。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。